わあ、桜も咲いてますね。桜も満開です。本当ですね、これ満開だ。おはようございます。大使でございます。いやなんかゴージャスだね。ゴージャスですか。ゴージャスですね。ボガゲ大使館の建物なんですが、丹下健三さん の, あの建築なんですよね。丹下健三さんといえば僕らの会社フジテレビと同じ。そうなんですか。設計者ですよね。やっぱり共通点になりますよね。あのご縁があるということですよね、はい、そうですね。きれいこれね、チーズが。あのブルガリア大使館の人たちはいつも明治のブルガリアヨーグルトを使っています。たっぷり入った方が美味しい、うん、これはなんか今のところ一人でもできそうなですよね感じがしますけどね。ありがとう。はい、やりました。最後の踊りとなります。今度、はい、ぜひ大使館にもいらしてください。いいんですか。はいはいはい、ブルガリア料理を用意していきますので。わお、ちょっと大使からお誘いをいただきました。はい、まあ、代々木公園から歩いて10分ほどの場所にやってまいりました。いや前回はですね、宮下公園でブルガリア大使に大使館にお邪魔していいというねお話をいただきましたんで、やってきてしまいました。こちらでございます。来ましたよ、ブルガリア大使館でございます。早速中に入ります。今港です。あ、開きました。立派な門が自動で開きました。ついに一歩を踏み出します。お邪魔します。いやおはようございます。おはようございます。大使でございます。おはようございます。あのボガゲ大使館の建物なんですが、世界的で有名な日本の建築家、はい、丹下健三さん の,、はい、あの建築なんですよね。はい、1974年建て上げたものなんですが、はい、こっち側があのオフィスなんですよね、あの事務所なんですが、はい、またあの中に入ると向こう側はスタッフのためのアパート宿舎があります。どうぞご案内いたします。丹下健三さんといえば僕らの会社フジテレビと同じ。そうなんですか。設計者ですよね。やっぱり共通点になりますよね、あのご縁があるということですよね、はい、そうですね。いやいや、ちょっと中に入りましたね。中に入りました、はい。なかなか中に入るとブルガリアの絵があります、はいはい、この絵は70年代80年代 の, あの美観、あのその後後のマスタイを横流しています。はい、でタイトルは歌おう女たちなんですが、でここ近づくと、はいはい、一番絵の下にあの書かれたものはもちろんあの画家の、まあ、個人 の, あのサインでと「と」「ひよ」って書いています、はい、ここ中には、はい、大使館の小さな図書室、図書館図書室があります、うんうんうん、中に入るとブルガリア語の本はもちろんのことですが、はい、絵本もたくさんありますよね、あの子どもたち用の、はい、ブルガリアの絵本、ブルガリアの絵本、ブルガリア語はキリゴ文字なんですよね。キリゴ文字、日本に住んでる、まあ、ブルガリア人のため、そして子供向けのこういった小さな絵本のコーナーもあります。何ですか。これローマ字だと B, B ですよね、うん、ブルガリア語は V, 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 v B じゃなくて V, v, v ですね、はい。これ数字も入ってくるんですか。いや、文字だけなんですね。これ数字の3じゃないんだ。これはずっていう、あの発音はず、あの文字のず。これも僕気になりました。身体操ですね。金メダルですね。金メダルですね。東京オリンピック。ブルガリアは身体操昔から強くて、ワールドカップとかもちろん金メダルを取ったことはありますが、オリンピックの金は初めてだったんです。東京オリンピックの時は。体操の。体操のチームの。体操のチーム。公園の形にアドされてますが、はいはいはい、で中央を渡ると、またこの辺階段があります。
はい、この階段をずっと上まで登ると大使公邸行きます。どうぞ。いや、建物の中に外に階段があるんですね。はい、前建てられた屋敷があります。あら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 、綺麗ですよ。どうぞ。わあ、桜も咲いてますね。桜も満開です。本当ですね、これ満開だ。僕今年初めて満開の桜見ましたね。あ、そうですか。まさかブルガリア大使館で見るとはなんかちょっと別世界に来たような、ね、感じがしますね。そうなんですね。で、四五松もありますよ。本当ですね、松の木も。はい、この辺はバガコーナーがありまして、まあ、ご存知の通りブルガリアの国花はバガなので、ちょっとしたブルガリアの風景、雰囲気。このアーチのバガは、あ、本当だ、ブルガリアのダマスクローズです。色は薄いピンク色で、観賞バガと違ってこのダマスクローズはオイル抽出のために栽培されています。で、大使公邸も歴史的な建物です。はい、大使公邸は2つに分かれています。うん、1箇所の方は1934年建てられていて、で、増築は1937年、そうですね、2つに分かれています。はい、90年ぐらい前なんですね。90年前建てられた。おー、いいですね。はい、あらららら、ここはブルガリア大使公邸です。はい、ようこそいらっしゃいました。はい、ありがとうございます。いや、なんかゴージャスだね。ゴージャスですか。ゴージャスですね。まあ、実はですね、中も90年前と同じように同じような雰囲気なんですよ。あんまり変えてないんですね。これ90年前からこんな雰囲気なんですか。はい、そうですね。はい、行きたいですね、ここにね、本当ね。うわー、ここすごい。やっぱバラがあるんですね。バラがあります。で、このモザイクは、ブルガリアの、ブルガリアは正教ですよね。ここで描かれた2人の聖人はセンキリゴとセンメトリオス。先ほどキリゴ文字の話がありまして、キリゴ文字を作り出したこの2人の兄弟ですね。はい、あ、さっき出てきた、そうですね、ブ、ブ、サン、サンに見えますが、数字ではなく、サンはブ。はい、あら、はい、いや、このお庭も見える、はい、大きな窓からね。はい、いや、最高ですね。綺麗。ありがとうございます。じゃあ今日は、はい、せっかくなので美味しいブルガリア料理をご案内したいと思います。いいんですか。はい、もちろんです。いや、前回ね、はい、それを楽しみに、はい、今日は勝手に来ちゃってますんで。じゃあ一緒に作りたいと思います、ブルガリアの、はい、代表的なお料理。どうですか。お願いします。お料理は、お願い、はい、お料理上手ですか。すお料理は。そうそうですが、得意ちょっとだけですけどちょっとだけ、はい、じゃあ、はい、準備できました。いや、できましたよ、はい、我々もエプロン着て。じゃあブルガリアの代表的なチーズパイを作りましょう。はい、バニザっていう、バニザ、材料はこれぐらいですよね。これがあるのが僕嬉しいですよね。ブルガリアヨーグルトですよ。ブルガリアヨーグルトですよね。ブルガリアの代表的な、やっぱこれ使うんですか、はい、材料ですよね。ブルガリアヨーグルト、日本だと明治産のヨーグルトはブルガリアのヨーグルトとそっくりなので、そうなんだ、ブルガリアの乳酸菌が入っています。我々ブルガリア人、ブルガリア大使館の人たちはいつも明治のブルガリアヨーグルトを使っています。いや、一番食べてきたヨーグルトですよね、もうなんか日本のヨーグルトだと思ってるぐらいの、日本のヨーグルトはもうブルガリアヨーグルトだみたいなね。ブルガリアの乳酸菌が入っています。と、欠かせないのはブルガリアのホワイトチーズ。チーズなんですよ。今年から日本でも販売されるチーズなので、もう手に入ります。いいチーズの香りがするんですよ、これ。ここに重曹はだいたい焦げ具合ですよね。ありがとうございます。で、混ぜて置いておきます。置いておく。はい。
いや、冷蔵庫に入ってますからね、僕の家のこのブルガリアヨーグルト。家でバニッツァ作れるんだ、いいね、俺。次は卵ですよね。卵。卵を、はいはい、大体4つぐらいですよね。こういう大きさだと4つの卵を、はい、卵をここで焼きましょう。はい。はい、おでことかで割った方がいいですか。大丈夫、大丈夫ですか。割れないですね。よいしょ。はい、以上です、はい、卵をよく混ぜます。はい、はい、卵出来上がりましたら、どうぞ。結構入れるんですね。結構入れますね。ブルガリアはオリーブオイルではなくひまわりオイルですよね。こういったオイルはとても消化にもいいですし、健康にもいいですし、50ミリぐらいですかね。50ミリぐらいですか。炭素質、ちょっとだけ、これぐらい。あ、はいはい、なんか飲みによって、そうですね、出来上がったヨーグルトを、あ、だいぶ膨らんできた。そうですね、ちょっとこぼれそうなぐらいね。はい、来ましたよ、中入れます。はい、うわー、これだけでも美味しそう。これは美味しいですよね。うん、美味しそうですね。日本だと何でしょうか、日本のお料理。誰でもできそうな感じのお料理って。カレー？カレー。お味噌汁？やっぱ美味しい味噌汁じゃないですか。お味噌汁よりもちょっと上ぐらいの。そか、うと上の難しい方がいい。ブルガリアはバニッツァですよ、ね、とにかく。豚汁とか、僕豚汁とか美味しく作ってほしいな、うん、バニッツァ作れば結構もできますよって感じ。そうなんだ。でもうちょっとふっくらさせるために、で最後にチーズを入れましょう。私は手でこういう感じですね。ちょっとだけ。あ、ちょっとほぐしていくんですね。ちょっとほぐして入れる感じですね。壺あった方が私だったら美味しいと思います。あ、大きい方がいいじゃん。大きい方ですね。細かくないすぎない方がいい。うん、そうですね。ちょっと大きすぎるかな。大丈夫ですか。ちょうど大丈夫ですよ。結構粒大きいですよ、これね。大丈夫かな。フィロシーツですね。フィロシーツ。餃子の皮みたいな。あ、そうですね。そうですね。でも小麦粉ですね。小麦粉。はいはい、うん、生地に、シーツにちょっとひまわりオイルをちょっとオイルですか、またかけて、はい、ヨーグルトの混ぜたものを上にたっぷり乗せます。はいはいはい、おタンパク質をたっぷり入ってるだけではなく、ヨーグルトとチーズにもブルガリアの乳酸菌も入ってますので、はい、とても消化にいいですね。健康にいいです。巻きます。巻くときはこう空気がたっぷり入るように巻きます、はい、あ、そんな、じゃあキツキツにきつくしなくていいと。で、こう乗せます。大丈夫かな、できたかな。そうそうそう、完璧完璧。あ、効果も、はい、はい、おー、はい、ます、はい、じゃあ次、同じく、はい、迎えるんですね、はい、じゃあ失礼します。これはなんか、今のところ一人でもできそうなですよね感じがしますけどね。ちょっと大きいね、これがね、チーズが。まんべんなくいったら、たっぷり入った方が美味しい、うん、早い早い抜かれた。料理は違う。料理は家にいるときはやるんですよ。自炊結構してるんですよ。豚汁とか。豚汁。さっき言いました。豚汁結構作るんですよ。ニンニクと生姜を結構多めに。おー、美味しそう。はい。あ、ちょっとこぼれてる。じゃあ私ここで1枚でいきます。はい。ここで1枚でいきます。はい。はい、じゃあお先に。はい、ここでいいですか。はい、はい、ありました、はい。